今年の夏に予定されている参院選が近づいてきました。静岡選挙区での立候補を予定している無所属の現職2人と新人2人の動きも本格化しつつあります。党の推薦などはいただかずに完全な無所属として出馬させていただきます。先ほど県庁で参院選への出馬を表明した現職の平山幸子さん。平山さんは6年前の参院選で旧民進党から出馬して初当選しましたが、次の年に離党して無所属になりました。政治は党のためにも何でもなく、やはり国民の暮らしに寄り添った上で、本当に困っている人、弱い人の立場に立って全力を尽くす。しがらみのない無所属ならではのやり方で2期目に挑みます。この夏に行われます参議院議員選挙に再び挑戦をいたします。同じく現職の山崎真之助さんも昨日立候補を表明しました。去年10月の参院補選で初当選した山崎さんは、国民民主党と連合静岡の推薦を受けます。立憲民主党の推薦は当選後に発覚した女性問題を理由に得られませんでしたが、問題は解消したと強調しました。私のフットワークといいますか、力はですね、かなり大きなものになるかと思いますので、また県内くまなくですね、飛び回ってパワフルなところを見せていきたいなと。自民党公認の若林洋平さんは、おととい、自民党の二階元幹事長が発起人となって、裾野市内で開かれた式典に参加しました。御殿場市長を辞職して臨んだ去年の参院補選で敗れた若林さん。先週金曜日には、菅前総理を招いて沼津市で開かれた集いに出席するなど精力的に動きます。何よりも本当に申し訳ないという気持ちがあってですね、仕事でしか恩返しはできないものですから、そういった意味ではどんなことがあっても是が非でもやっぱり仕事がでしたい、それしか恩返しができないものですから、そういった意味では絶対に勝たなきゃいけないという強い思いはあります。立候補予定者の中でも去年11月にいち早く出馬表明したのは、共産党の鈴木千佳さんです。国政への挑戦は5度目です。去年の参院補選では敗れたものの、確かな手応えを感じたといいます。多くの若い層や女性の皆さんから激励や応援が寄せられたのが、この間出た参議院補欠選挙での私の実感です。で、この思いに応えるためにも、参議院選挙を臨みたいと思っています。2つの議席を争う参院選静岡選挙区は7月10日投開票が有力視されています。